はい、どうもザスパクサツ群馬スタジアム DJ の佐山雄介です。カーナビの音声とめっちゃかぶっておりますけれども、一仕事終わらしまして、行けないと思っていたあの場所へ行こうかなと思っております。ということで関越道に乗りましてですね、出発をいたします。まだ夜も仕事のはずだったんですけれども、まあ、私の勘違いだったっていうね、オチがついておりますけれども、はい、行けるんじゃないかということで前日に相談した結果、強行で行くことにしました。さあ4連勝がかかっておりますけれども、みんなで頑張って今日も勝ちましょう。なんだかんだでやってきてしまいました。今6時10分ぐらいなんですけども、ナックファイブスタジアム大宮に到着いたしました。今日はねそれほどあのなんか物は取れないかなと思うんですけれども、一生懸命4連勝を目指して頑張っていきたいと思います。今日何も食べてなかったので、とりあえずナクスタカレー、今持ってきましたよ。で焼きそばです。ソース焼きそばまあまあとりあえず腹の足しに入れとかないとね、ぶっ倒れちゃうと思うんで、はい、今から食べたいと思います。平松破り、そして我々は4連勝、そしてナックファイブスタジアム大宮発勝に、あれだね、なんだ、鬼門破りっていうの、何鬼門破ろうって言われてた。だからここは鬼門だったんですけども、この鬼門で勝ちましたね、はい。
つ。来い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 。試合が終わりました。草津節が歌えました。嬉しい。1対0で勝ちました。4連勝。即分室やってるから4連勝ないんじゃないかな。いや嬉しいですね。あのアシスタントのマリさんもいます。こんばんは。どうでした、目の前4連勝。去年ここで悔しい思いを一緒に、去年悔しかったね、してまして、今年リベンジ達成、よかったね。どうでしたか、見た感想。見た感想、もう本当になんだろう、初戦から見て階段上がるようにチームの状態が良くなってて。そうですね。このなんかこの前までの3連勝はもう本当に状態がいいんだなっていうのと、それがすごく私なんか、ね、サッカーそんなに他の方に比べて詳しくない私でも感じれたので、はいはいはい、やっぱりあのそのなんだろう伸びというのは確かなものだということは今日そうですね、されたかなと思います。またあの次節もアウェーですけれども、はい、あのバスツアーに乗るということです。頑張ってきてください。負けるわけにはいかないという、頑張ってよろしくお願いします。あのいわき戦はよろしくお願いします、はい、さあということで、1対0、後半開始早々平松選手のゴール決まりまして、そのゴール1点を守りきって、1対0、これで5勝2分け2敗ということになりましたね。これで勝ち点はもう17ということで、順位を1つ上げて4位、現在 J2 の4位でございます。嬉しいですね。4連勝も4位もで、今度ねまたね次、いわき戦、アウェーになりますけれども、4月16日、ここで5連勝を達成してね、ホームに帰ってきてほしいなというふうに思っております。まあ何よりも鬼門と言われていたここナックファイブスタジアム大宮で初めて、勝てたこと、非常に嬉しかったですし、本当に今ねチーム非常に勢いあって調子いいと思います。この勢いをなるべく殺さずにどん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 ね、練習を重ねていく、勝ち点を積み上げていく、そういったことをねが必要なんじゃないかなと思いますので、そのためには皆さんの後押し応援が必要ですので、ぜひぜひ、皆さんねスタジアムにお越しいただければと思います。4月の16日いわきが次戦、アウェイです。で、ホームの次は4月23日だよね、はい、徳島戦になりますので、ぜひぜひですね、皆さん足をお運びいただければと思います。お待ちしております。はい、ということで、そこボイス佐山雄介でした。勝てました。4連勝やったぜー。